こんにちは、こんばんは、赤髪のともです。今日のゲーム実況動画は、僕の夏休みだけということで、19時半の動画はこの告知動画を投稿したいと思います。で、何の告知動画かっていうとですね、来たる8月29日の夕方の6時から、ニコニコ生放送の公式放送に初めて出演させていただけるということになりまして、出るよっていうことをみんなにお知らせするべくこの動画を作りました。どんなのに出るのっていうことなんですが、タイトルはマックス村井 VS キヨ&赤髪の友世紀の料理対決という、すごいタイトルなんですけれども、まあ、内容はですね、マックス村井さん&マミルトンさんペア対最終兵器俺たちのキヨさんとこの赤髪の友がペアを組んで2対2で料理対決をしようじゃないかということです。はい、まあだからゲームではなくて料理対決のニコニコ生放送の公式放送に出させてもらえるようにもらえることになりました。それでですね、まあまだ何を作るのかちょっとよく知らないんですけども、なんと審査員に、あの川越達也さん、川越シェフが登場されるということで、ハードルが上がりまくってるんですよね。とっても緊張しています。そしてあと村井さんの方の告知動画を見られた方もいらっしゃると思うんですけど、あそこあれ何あれ何ですか、あのハードルの持ち上げ方、あれちょっと悪意がありますよね。もう若干もう告知動画からすでに村井さんの先制攻撃が飛んできてるような、でもむしろキヨさんも味方なんじゃないのかっていうぐらい一緒にそれに乗っかってましたけど、まあそれはいいです。はい、なので、最終兵器俺たちのキヨさんとペアを組んで、マックス村井さんマミルトンさんペアと料理対決をするのが8月29日の夕方の6時から放送されるので、ぜひぜひ見に来てください。で、その日見れないよっていう人がいると思うんですが、あ、そうだ、ニコニコの公式放送なのでニコニコ動画のアカウントがないとこれは見れないので、もし会員登録してもいいよっていう人は会員登録ぜひぜひして、当日見に来てください。一般会員、無料会員でも普通に見れると思います。あのお金を払わなくても。で、これ当日見れないよ、録画どうするのとかっていう人はですね、あのニコニコ生放送の会員になってタイムシフト予約っていうのをしておけば、普通に一般会員でも録画がアーカイブが残ると思います。で、YouTube にはですね、多分ニコニコ生放送の公式放送なので、多分本編丸々 YouTube に録画を投稿されるっていうことは多分ないと思います。ニコニコと YouTube のは別なので、多分それはできないとは思うので、まだちょっとわからないんですが、まあできればその日そのまま見に来てくれるのが一番いい形じゃないかなと思います。はい、なので、8月29日夕方の6時からマックス村井さんと、マミルトンさんペア対キヨ&赤髪の友で料理対決をするので、ぜひぜひ見に来てください。めちゃくちゃちょっと本当に緊張してるんですけれども、頑張りたいです、頑張ります。キヨさん何にも料理できないらしいんで、なんかうまくサポートできればいいなと思っていますので、ぜひぜひ見に来てください。では今日の動画ちょっとこんなあっさりした感じになっちゃうんですが、これで失礼します。では8月29日、皆さんが見に来てくれることを楽しみに待っております。バイバイ。